第2回、このパチンコ台で、なんて言ってるでしょう。おぉ、やったー。5、1、今パリモンスター、ポポポポーン。早いね、第2回。第2期企画だもんね。いや、どうなのかわかんないですけどもとりあえず第2回まで。第2回、はい。今回また別の台で、お素晴らしい、はい、楽しみです。打ってきましたので、今回の台は、今回の台は、あの、仮面ライダー電王。おぉ、電王、いいですね、はい。で、今回も1台でいけたら電王のみでいけた、はい、止めだった、転送だった、まあまあまあ、そうか、そうか、聞いたの意味違うんだよ勝てたみたいな言い方、まあまあ、突っ込めただからね、はい。で、今回5問ありますので、はい、お願いします。はい、それではやっていきましょう。はい、ちなみに質問なんですけど、はい、電話見てたんですか？あ、見たことないです。あ、見たことないんですね。あ、わかりました、わかりました。それ楽しみですね。じゃあ面白い、じゃあ面白いな。基本知らないでやってて知らない方が楽しいんでということで早速、はい、1問目いきます。 3D 切ってるよね、もちろん。やばい、ちょっと 3D マジやばい、マジやばい、バカ見にくいぞ。やれんぞ、コメントで。本当に、はい、ということで打つ台はこちら、仮面ライダー電王ですね。こちら打っていこうと思います。カスタムはなしでいきます。ちょっと待って。そんなこと言う見た目じゃなさすぎんだろ。そうだよね、ほんとに。そのやりとりなんなん。よくねえよ。早いね、でも。いや、あのやりとりが絡んでくんのかも怪しいな。ちょっと映像もう一回。いい、このやりとりなんなん。あ、オッケーオッケー。いいですか。はい、まあ、俺も電話見てないけど、電話打つんですよ、はいはい。で、確かにあのカットで思うことあって、まずやりとりっていう建物の、ね、後ろの、おあるよ、橋本すぎるやろ。確かに迷子になりそうな建物やな。そっち、背景言うと、言うとここに、なるほどね。で、俺もどういう状況って俺も思ってた。それなる建物内で迷子になってんちゃうかって。おー、僕も近いんですけど、僕らデーモン見てるから知ってるけど、普通に大人なんですよ、言うとって。けど、そうなんですよ。ただ出てる時はあれ、子供のデフォルメされた感じに見えるんですよ。だから、ユートは幼稚園児なのっていう、その迷子になったというか、いなくなすぐいなくなるから、そういうのでちょっと入れてんのかなって思いました。なるほど。まあ、あれはもうそもそも、うん、でも見てると分かるんですけど、その相方みたいなのがいるんですよ、主人公に、うん、絶対そのキャラの。だから、それを理解してないと思うんですよ。してないな、ないな、うん、ただ、友達だと。おう、ユートですよ、僕ね。だから、まあ、敵っぽいやつと普通の人間みたいな友達だから友達、異形すぎだろ。異形っていう。いや、でもありえる、ありえるぞ。やっぱユートっていうのがね、うん、ポイントで、兄がキヨアだった時のこれだけ兄弟ん？って言っちゃってんじゃん。ユートって呼ばないじゃん、絶対。そうね、確かに、ね、ユートじゃあまあ一瞬よぎるよね、確かに。じゃあ答えの、はい、いきます。そのやりとりなんなん？今 LINE とかあんだろ。なるほど、素晴らしい。あー、おもろ。確かに、確かに、確かにそうだ。ゆうなさんだったわ。腹立つな。斜め上だわ、マジで。素晴らしいね。声で呼ぶ時代はもう、そうだよね、ほんまにそう。連絡せよって、そう、今 LINE とかあるな、確かに。あ、人を呼ぶっていう、今 LINE とかあるだろ、本当にそう。忘れてたわ。1問目だけど、まあまあまあおかしいよね。オッケーオッケー。じゃ続いて、はい、2問目いきます。このクイズいっちゃうぜ。もう第2回だから、そうそう、バチ当てをしたい。そうだね、誰か無理だろ。そんなできたことない。あ、急に何見てんだよ。へへ、ヤンキー。え、そんなヤンキーみたいなこと言う。長い。はい、なりきれ言えばいい。モータロスに言ってるのか、その後の金太郎に言ってるのか。あれが桃太郎っす。桃太郎っすね、赤いやつ。そう、金太郎っすが金太郎っす。寝てるやつ、寝てるやつ。桃太郎っす、引っ張ってすよ。はい、はい、これは自信ある。おお、モータロスが、はい、おい何見てんだよ、うん、キンタロスが寝るっていうとこでしたけど、もうそんなとこに突っ込まないんですよ、ユウマさんは。え、はい、突
っ込むだろ、絶対もう知らないんですよ、電王、うん、だから、第2問にしてやっと気づいたんです。マジでどういう作品なるほど、うん、もう作品何見てんだよ、意味わかんなすぎる、そう、意味わかんなすぎて、もうパニックになっちゃって、マジでどういう作品っていうツッコミをして、シンプルに、だからもう知らなすぎて、もうそうシンプルかつ辛辣なツッコミ、はい、でヤンキーいて、あ、寝てるやついるんだ、うん、もうそれにこうひねり出して、いや、睡眠障害やばいやヤンダヤンキーの前で寝るなんて確かにおかしな話だよ、そんなところで寝ないでしょ、やっぱヤンキーだよね、やっぱり。まあ、ね、さっきのコメントね、はい、やっぱユーマの周り高校時代ヤンキーいっぱいいたと思うんだよ、あの高校あの頃の良平みたいなやつだな、あーそれはありそうだね、俺もめっちゃ近い、綾瀬でこういうやつ見たことない、綾瀬え、オナチュー、オナチュー、何個言ってる寝てるとこはあんま無視したな、俺は逆にね、ヤンキーのみでのみでヤンキーと寝てるやつで、え、巧妙っていう可能性もあったよね授業中寝てるやつヤンキーがいて、巧妙の授業中一元やないかい、巧妙の一元やないかい、めっちゃおもろいそれ、ダメダメ巧妙の一元やないかい、いや、こっちだったらあれだよから、で、答えはこちらです。ヤンキー、そんなヤンキーみたいなこと言う、見てねえじゃねえかよ見てないじゃん、寝てるから、何で見てんだけど、見てないから寝てるもんね、うん、素晴らしい、確かに見てないよ、誰が見てんだよ、そうああいう一個一個のやりすぎだったわ今日シンプル系かも、結構シンプル、本当にその通りだね見てなかった、寝てんもんね、結構当てられそうな感じが出てきた、今日出てる、うん、ちょっと掴み、うん、じゃあ次3問目、カレンダーなんなのそれ、どういうことカレンダー、多分理由あんだろうな、ミルクディッパーステージ、どこがやねん、もういねえよ、一人もいねえじゃねえかよ、どういうことやねん、おいヤンキーこけたよ、足速いなあいつ取ってんのに、その見た目と会話が合ってねえんだよな、ちょっと。このじいさん何なのよ、焦らないことですじいさん。あとあれだな。うわおもろいこと言ってそう。あとあれだな。俺あるぞ。これやってってほしいか、当てたらおおちょっと嬉しい。はい。はい。ちょっと自信ないんじゃん。どこまで通常時以外というかその発展した先を見てるかにもよるんですけど、うん、あとあれだな、そういや全然戦わねえな、ああ仮面ライダー、俺も近い、全然変身しねえな、うん、一応仮面ライダーではあるから、まあ、オーナーのことについては喋らないと思うんですよ、喋らないと思う、うん、全体言うと思う、うん、じゃあ俺オーナーのことは、はい、さっき長々とさ3回くらいなんか普通のツッコミを見せてくれたじゃん、はい、だからその時に一回あったのが、目に当ててたスプーンどこやった、うわぁ思い出したかのように、なるほどね、スプーンなのかちょっとわかんないけど、あーありますね、僕もオーナーに対して言う言葉で、あのオーナーが出てるの見て、あとあれだな、出る作品間違ってないか、あーオーナーが人すぎるし、あなんかお前だけ人すぎる、そうそう、お前だけ人だし、なんか喋り方も特徴的だし、なんか間違ってないからみたいな、そういえばね、そうそう、思い出したかのような、そうそう、そういう言い方だったよ、じゃあ答えの方、はい、いきます、オーナーユリゲラか、このじいさん何なのよ、焦らないことですじいさん、あとあれだな、カレンダー少なすぎだな、この建物あんなカレンダー出てたのに意味わかんないそれ思い出したの、いやもっと言うことあるって、いやそうか、いやあんなカレンダーあんな散らかってんのだったのに一枚もなかったのこの小建物の背景に、背景どこが普通なんだよいやダサすぎるだろ、まあ、誰も気づかないだろ、でも知ってる我々からしたら日付が大事ってことは分かってるからな、あのカレンダーはどうでもいいんだよ、うん、あ、そうなの、日付なんだよ、ね、時間と日付が大事の作品だ、あの未来行ったり過去戻ったりっていう作品だから、あれそうそうそう、コーヒーの話じゃないんだ、コーヒーの話じゃねえだろ
かじゃん。いや、コーヒー多いのよ。コーヒー多いよ。出すんよ。出すの。車両で。あ、車両で出すの。なおみちゃん車両でカフェみたいになってんの。そうそうそう。人いないのも当然なんだよね。あ、なるほど。さっきのとこもカフェなの。ステージ。そう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 。で、次4問目。はい。いきます。最初のすぐ、レイコーヒーを。なんか来そうだね。おい、いやいや、おい。なお、これはむずい。これいけるんちゃう？なんか落ちて、用意して、そうっすね、助ける。なんかます？うん、ちょっといいっすか。なんか来そうだね。おい、いやいや。僕は何パターンかあるけどどれも違うんだろうな。はい、まあ最初のパーッと思って、でそれが原因で、まあ、落ちちゃって助けるやつ、うん、うわそこ助けるそこだったか。いや怒っていいんじゃない。そのあいつの素材した相手がね。確かに確かに、うん、ね、あこれ落下速度そうね、滞空時間ね、重力。いいね、重力いいね、完結ね。まあでもその引き逃げのとこだったわ。いやまあ確かにマジで俺もそう言おうとしてたわ。受け止めたところ瞬間、うんうん、もうせめて両手で受け止めようよ。ポンだった、ポンだったんだ、ポンだったから。ああ、そう、おじいちゃんだったしね。僕は視点ちょっと違う、絶対変じゃんところから行くんですけど、ほんと俺よく見てたんですけど、持ってたデカバサミ飛んで行き過ぎだな。おー、飛んでちゃった。そう、めっちゃ飛んでた。そういうとこ見てるからな。そう、そういうとこ見て、そう、意外とね。ちっちゃいとこ見てるからな。不十文じゃないんだから。これ引き逃げ、引き逃げ忘れちゃったりしないな。答えこちらの方ですね。なんか来そうだね。おい、いやいや、おい、いや、じいさんの浮いてる時間の方がすげえよ、助けてやるよ。浮いてる時間の方がすげえよ。惜しい惜しい惜しいね。惜しい。助けたことよりじいさんが浮いてた方がすごいとね。すごい。なんだよそれ。あ、わかるかい。いや、重力が惜しかったな。重力。いや、それがまあ、まとはエスだね。あれ、サレが回転してから一回。そうそう、一回回転して体うずめて下に降りてからね。すげえんだよ。なるほど、すげえな。じゃあ最終問。わ、悔しいな。最終問ちょっとむずいかな。あ、むずい。はい、全部むずい。簡単なのないんだけどね。感じ通常じゃない。あ、戻ってたよ。あ、今ね、壊れてた。はい、お前どこが凡人やねん。見た目変わりすぎやろ。あら、脅威リーチ。おい、アプリのゲームじゃねえかよ、画質。ちょっとわからん。ちょっとこれね、ちゃんと見てほしい。そうだよ、ね、わかる。スリーディーのせいで。多分そうだよ、ね。スリーディー、すみません、本当そう。なんでキラキラしきらないの、スリーディー。ごめん。あら。脅威リーチ。おい、アプリのゲームじゃねえかよ、画質。ここでの。オッケー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 、もらったぞこれは。結構むずいと思う、これは。でも思ってしまったんで、気づいてしまったというか。いいですか。まあ、脅威、まあそうですか。わかんない、俺が見て。まあ今も分かったんでしょ、うん、なんか脅威しちゃったのかな、うん。ナンパウロスが憑依しちゃった。急にそんなワード出してくるとか。冷めるわ俺、急にワード出してくる。そうだよね。こういう恋関係の時はやっぱりその自分と重ねる。あーそうだね、そうだった。自分と重ねるのだと思うんで、俺みてえなブスからしたら羨ましいよ。いいかなって、あの勇気が。俺にも憑依してくれよもあるかも。あーなるほど、ね、的なちょっと自分と重ね合わす系憑依させたいなと。うん、ただあのガーンみたいなとこ出てんだよな。それが分かんない、ね、タイミング気になるんだよね。女の子の後だったんだよね。うん、はい、僕、はい、
あの女の子たちにナンパしてって、うん、最後の女の子に、まあ、ときめくというか、あ、そうだね、あのドキンとするシーンなんですよ、うん、で女の子が出てきてユウマさんが突っ込む、うん、え、その髪型の子を選ぶの？いやー、前の女の子たちは逆にまともな普通の子だったのに、最後の子だけ急にアゲハみたいなの来ちゃって、地雷だろみたいなね言いかねないわ。確かに、確かに言いかねない。いや、女性下げすむかな。下げすむでしょ。俺も憑依の部分なんだけど、やっぱ憑依ってことはこう今2人分入ってるわけじゃない、うん、でこれ実質2人分振られてない？あ、振られたとしても憑依の部分もそう、一緒にまとめて、むずいな。の髪いじると思うけどな、さすがに。いや、俺自分下げだと思うな。下げ大注文ですから。バラいるとかの感覚だよ。まあ、答えこちらです。花がかわいそうだろ。花で口説けると思うなよ。いや、いそう。バチェラ、バチェラありそう。憑依、憑依リーチ、ね、ゲームが気になるんだよ、この。そう、アプリのゲームじゃねえかよ、画質。ちょっと見た目山口達也すぎるな。ちょっと TOKIO の山口達也すぎるな。元 TOKIO とか言えない。 TOKIO でいいよ。女の子が男だろ。男だろ。確かに、まあ言われてみたらね、すぎる。ちょっとあの時期のね、そう、あの時期のちょっと前の、本当に起こす前の、起こす前のね、山口達也。いや、面白かった。不思議と悔しくないんだよな。うん、なんか当てれないもんだね、こんなにやってんの。ちょっと今回は本当に当てられるかなと思ったんですよ、ちょっと怖い。そういう人もあった。いや、LINEがでも一番面白かったかな、意外とね。うん、今 LINE、 いや、最後のもまあ、良かった過ぎたっていう感じで、次もよろしくお願いします。はい。夕闇にいざない漆黒のエンジェル、大きな大きなワンマンライブ。夕闇にいざない漆黒のエンジェル、土曜日、豊洲ビット。チケットの種類は3種類。絶対遊びに来てね。そして